楽天証券経済研究所山崎はじめです。成功報酬、例えば儲けの額の 20% といったヘッジファンドによくあるような報酬設定は大変高くつきます。成功報酬の経済的な性質というのはファンドの資産額を原資産とするコールオプションなんですね。資産額が増えると成功報酬が増えるということなんですが、例えば日経平均のインデックスファンドにこの 20% という成功報酬を当てはめてみるとどうなるか。ボラティリティを 20%、それから金利をゼロ、期間を1年としてコールオプションの価値を計算すると約 8% です。それの 20% ということだから 1.6% の信託報酬のインデックスファンドということです。高い。しかも、こうヘッジファンドの場合はボラティリティを、レバレッジをかけて拡大することができるので、彼らが儲かるわけです。これはやっぱり顧客の側が愚かなんだと思いますね。